って、実はあんまりその過去の作品が家にない、おそうかと思ってこう棚をごそごそやったらない、なかったですね。残この2枚です。懐かしや。まあ振り返らないとは言いましたけれども、やっぱり過去何枚か自分の中で、肝になったアルバムが、あります。でそのうちの間違いなく、上位に食い込むのがこのまずはそのファーストの、ワードミュージックだと思うんですけれども、まずこれはそのグループで、イーストエンド、イーストエンドプラスエリというグループで、まあ、世の中に CD デビューすることができまして、さあ、その世の中を席巻した現象が一段落した後に、どうやって僕は生きていこうかみたいな時に、まあ、ある種ちょっと瞑想もしてたんでしょうね。そうですね、シャワーの疲れがシャワーで流せないまま、また夢の中。なるほど、いいこと言ってますねこの人。難しいな。でもやっぱり一番は働こう働こうやめらんねえっていう、やっぱその働く男の悲哀がよくいい感じで込められた曲だなというふうに思ってます。中で一番映像として好きなのはもしかしたら